今回は、職場の老舗好きの人が教えてくれた、小玉食堂さんにお邪魔してきました。こんぴら神社さんの横にあったとは、知らなかったです。店内は、そこまで広くないんですけど、5席といい感じのテーブルの数です。店主さんの接客もグッドでした。席は、カウンター席と、テーブル席があり、自分と友人はテーブル席にお邪魔しました。品そば大盛り到着です。お店のおすすめということで、テンション上がります。麺は中細の縮れ麺です。もちっと喉越しが良く、ガツガツ麺が進みます。開店10分で、半分の席が埋まりました。人気のほどが伺えます。麺からスープの味が伝わってきます。グッジョブ。さすが大盛り。麺の量に大満足。メンマいただきます。噛み応えのある食感グレート。お店のおすすめメニューということもあって、次から次へと食べたくなる美味しさです。他のお客さんの注文を聞いてると、品そばという声が多かったです。あとカツ丼という声も。チャーシューいただきます。噛み応えがあって、口の中で肉の美味しさが広がります。青菜も入っています。スープは、醤油の味わいが強いガラ系スープです。スープとネギのコンビネーション、グッド。ナルト発見。ガブガブ飲めるスープです。ここから一気にいただきます。品そば大盛りごちそうさまでした。大盛り到着です。カツ丼が美味しいと職場の人が言っていたので、食べなくては。まず、卵とじの部分からいただきます。卵の風味と玉ねぎの甘さが感じられ、グッドな味わい。気になるカツいただきます。衣がいい感じの硬さで、食べ応えがあります。ご飯が進みます。優先的に、カツをガツガツ食べちゃいます。カツのジューシーな味わい、完璧。
さすが大盛り。ご飯の量が素晴らしい。ガツガツご飯が進みます。漬物のキュウリいただきます。塩っ気の効いたキュウリ、グッジョブ。卵の美味しさに再び感動。たくあんをいただき、漬物ごちそうさまでした。たくあん効果でご飯が進みます。カツごちそうさまでした。ここから一気にいただきます。きれいにごちそうさましなくては。カツ丼大盛りごちそうさまでした。友人が注文した天ぷらそばです。昔と変わらぬ味と絶賛していました。品そば、カツ丼とどちらも美味しく大満足でした。またお値段もリーズナブルで素晴らしかったです。カツ丼の卵とじの美味しさから、卵丼が食べたくなりました。では、今回はこのあたりで失礼します。